さあ、ね、稼ぎに稼いで、ね、現在23と 90% ぐらい、ということで、ね、一周こうやって稼いだっていうことをちょっとねみんなに見てもらってからレベルマックスにしてエンディングに向かいましょう。まずこいつで、こいつ抹殺で、こいつは無視で、ほらもう上がるよ。で、こいつをぶっ殺す。で、次は、戻らずにこいつをぶっ殺す。別にこれで戻っても効率同じぐらいなんだけど、あまりにも同じことの繰り返し次は空きが早くなりすぎたので、とりあえずここを一周全部殺してくることに。はい、24。24で OK だった。はい、これで一応達成と。まあ、せっかくなんでね、これをね、3時間ぐらいぶっ続けてやってた。ただひたすらにこれを殺し続ける。結局ね、1回も年寄りにならなかった。こいつも抹殺。で、こいつも気づいてないから、殺せるんなら殺す、気づかれたら殺す。あ、結構ミスったりもするんだけど、もうミスったらね諦める。で、こいつ3000もらえるから、殺せると美味しいんだよ。だいたいね3、4周ぐらいで1ぐらい貯まるかなっていうのを合計、3時間ぐらい繰り返してやっと24といったところで、急速でとりあえず敵を消しての、さあスキル、これでトロフィーのはずね。とりあえず4、そして、6、10ね、9、そして5、フィニッシュ、チロリン、技の極みということで、全ての技を覚えました。やったぜ。これでね、トロフィーがあと、最後のエンディングを見るだけなんで、それでプラチナです。で、やってる間にね、ちょっとここ行き過ぎてね、主様来ちゃったんだけどいやー、もうここのアイテムもね、何も回収する人ないんで、もういいかなっていう。ここの牛ももう今更殺してもしょうがないんで ね。ということで、桜竜倒して、源一郎倒して、一心様倒して終わりましょう。さあ、行きます。
いるいる。何すりゃいいんだっけ。ジャンプすりゃ中毒だ。もう中毒かかってるんだ。印刷の回復の方が多い。適当もいいぞ。でまた中で結核かな。どうもいいと何にも考えずに剣してるだけだ。あ、黒が痛い痛い。皮膚傷つくらえ聞いてない。ないのグランカイナー。もうダメ。黒は意味ない。もうちょいあと1体かな。結核が終わった。さーて、ほっ、さあどうやって倒すんだったっけ。これであんま戦わないんだよね。いじめ覚えてない。ぴょんぴょんしながら雷を受けて、こうやったかロックオンしとかないと攻撃当たんねえし。雷のところに渡ってここに来い。はい、剣を振れ。それじゃない。そうだね、こんなんだったね。ぴょんぴょんしながら雷受けて雷返し繰り返すだけの簡単なお勝負。
機会ですよね。はよ、次の木はよ。次の木はよ。うわ。終わりだ。あれ、登れない。登れた。じゃあいただきます。頂戴いたす。ハイ類よし。ああ、帰ってきたら、一心様が亡くなっている。一心様、何があった。一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。すぐ攻められる城だな。巫女様はこれをということで、オープニングで原子炉と戦ったところでラスボス戦、さあ行きましょうか。まあまあ結構ボスとかね、イベント残ってるんだけど、もうそれも2周目で一通りやっているので、もうとっとと最後のエンディングを見て、プラチナトロフィーをもらいましょうと。もうね、金もね15万あるけど使い道がないんだよね。一回アレデラに帰って、まあせっかくなんでね、ちょっと覚えた技を使ってみましょうか。流派技、秘伝不思議り、奥義不思議り、これか最強技。わかんねえな。スキルまだ使ったことないのが秘伝不思議り、秘伝系と奥義系かな。秘伝不思議り、チース L1 をしながら、あやちだっけ。まあ待たれよ。すごい。奥義秘伝、これ1しか消費しないんだって。違う、そうじゃない。すごい切ってる。もう一個秘伝あるかな。秘伝一心、この技見たことある。されたことあるわ。あっちの時の一心が使ってきたやつだ。で最後の秘伝、まあ結局使わないんだけど。はい、到着。よし、じゃあプラチナトロフィー取っちゃいますか。もうね忘れてるけどね、こっちの一心様と戦ったの最後いつだったっけって。丸1年ぐらい前、そこまで前じゃないか。さあ
決戦の場所はやはりここ鈴木の原。あ、ニコちゃん。俺がアシナを生かす。ヒデちゃん好きだよ。逃げろ。前にかわせるんだ。アウズ下段攻撃だった。ああ。あ、そうだ。その力だ。よし。あんま覚えてねえな。さあ、ほんとこれ初見の時わけわかんなかったよね。源一郎を倒すとなぜかそこから。俺は結局何もできなかった。だがなぜかそこからリグインがこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。グロ映像。何？首を切るとそこからなぜか、はい。はい、呼ばれて飛び出てじゃ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 ーん。哀れな孫の最後。こんなん一心入るわ。出てきた出てきた。わしはこのアシナを。さっき一心様死んでたじゃないですか。蘇らせねばならぬ。結局源一郎の想像する最強というのは一心だったということでいいのかい？お主を斬るぞ。参れ赤炉。参らん。安牌でいきます。1、2、あ、4回だった。3回か。3回終わった後一発切る繰り返しでいいんだよ。いけ。ちゃんと戦ってもいいんだけど、走って1、2、3で1回切るではめれた気がするからそれでいいかなっていう。剣を収めたらシャッシャッと一回切る。これではめれた気がするんだよ。1、2、3。これ切るときに裏まで行くと2回切れるんだ。卑怯とは言うまいな。1、2、3。まだまだここから3回からあったはずだから、1、2、3で後ろまでちょっと2回切るんだから、覚えて。
走ってきた後はこの3回切りになるから、ここで安全に。鼻がかゆい。維新様、こっちだよ。走って追ってきてくれた方が。あれ卑怯な。何の面白みもない。でももう半分いったよ。もう何パターンがあった気がするんだけどね、ちょっと忘れてるんでね。画面端。石井さんはどこ行った？あ、いた。見失った。急に自殺する忍びの鏡だよ。ほら来い。かかってこい、一心。なかなか来ない。来た。一、二、三。限界に無理だ。はあ、驚きだ。まさかあんなところに崖があるとは思わなかったぜ。ちゃんと後ろに行かないとダメージ半分だからね。逆走り。なかなか来ない。この石なかなか来ない。一番楽なんだけどね。真っ向から戦いたくもなる。なぜなら面倒くさい。あと3回ぐらいかな。あと1回か 2回かかるかな。ダメージでいってるからしてもしょうがないんだ。体幹崩せねえんだ、ダメージでいってるから。まずはいいですね。いやいやいや、これはね、前に行くぞ赤狼。
前に返した方がいい。その当たりはやめろ。一回逃げて大丈夫。基本はこの飛び込みにカウンターだけしてでも勝てるんだ。こう拡散があると楽でいい。という便利。逃げろ。破れる。